日本シリーズ、そのプロ野球最高峰の舞台に立てる選手は意外に少なく、プロ野球選手にとって最大の目標地点だと言えます。長いシーズン、そしてクライマックスシリーズを戦い勝ち抜いた最強の2チームのみが対戦することもあり、注目度は普段の試合とは比べ物にならないほどで、終始試合中は独特の緊張感が漂っています。その緊張感に飲まれることなく活躍する、いわばシリーズ男が出現する裏で、相手球団に徹底的にマークされるなど調子を狂わされ、全く打てずに先般扱いされる逆シリーズ男も出てきます。そこで今回は、過去の日本シリーズから逆シリーズ男の烙印を押され日本シリーズ敗退の先般となった選手を紹介したいと思います。イチロー、オリックスブルーウェーブ。1995年に初めて日本シリーズ出場を果たした若かりし頃のイチロー選手、前年には210安打放ち大ブレイクし、同年シーズンも首位打者、最多安打、最高出塁率、盗塁王、打点王の五冠王となり、チームを引っ張り優勝に貢献しました。イチロー選手には打撃に関して弱点がほとんどなく、シリーズでも暴れ回ると思われましたが、ヤクルトバッテリーの巧みな配球の前に抑え込まれることになりました。この時、ヤクルト投手陣をリードしたのは古田敦也捕手で、イチロー選手は徹底的にインコース高めを攻められ、自分の打撃を崩してしまいます。イチロー選手を封じ込められたオリックス打線はなすすべなく、早々と3連敗を奪われ、王手をかけられました。その後、脅威の粘りでなんとか1勝はしたものの、イチローの調子は短期間では戻らず、1勝4敗でヤクルトが日本一となります。とにかくシリーズ前からイチロー選手の打撃に注目が集まった中で、19打数5安打、打率2割6分3厘、ホームランも1本放ち、そこまで数字は悪くありませんでしたが、シーズン成績を考えれば物足りなさはありました。オリックスファンにとっては、まさかイチロー選手が打てないとはといったところで、名将野村監督の ID 野球の真髄を見せつけられるシリーズとなりました。関川浩一、中日ドラゴンズ。1999年、シーズンでは打率3割3分、60打点、20盗塁と、ドラゴンズの一番打者としてリーグ優勝に大きく貢献した関川選手。しかし、自身初めての出場となった日本シリーズの第一戦目、相手先発大栄工藤投手の配球に完全に翻弄されてしまい、ノーヒットに終わります。一戦目の影響からか、その後の試合でも関川選手は思いっきりバットが振れなくなってしまい、日本シリーズ第5戦目まで19打数0安打と1本もヒットが打てませんでした。チームも核弾頭のまさかの不発に本来の戦いができずに、1勝4敗で日本一を逃します。さらに日本シリーズですっかり自信を失ってしまった関川選手は、以降のシーズンでも調子が上がらず低迷、出場機会も減っていき、最終的には2004年オフにチームを退団することになりました。プロ野球選手にとって憧れの舞台である日本シリーズも、関川選手にとってはトラウマになるくらい嫌な思い出となったのではないでしょうか。松中信彦、福岡ダイエーホークス。2000年の日本シリーズは20世紀最後、また ON 対決ともあって、シリーズ開幕前から異様なまでに盛り上がりを見せていました。その中で、ダイエーの主軸としてシーズン大活躍した松中信彦選手、3割を超える打率に33本塁打の長打力、さらに100打点以上を稼ぐ勝負強さも兼ね備えており、シリーズでも注目の選手でした。迎えた第1戦目、前年までチームメイトだった巨人先発工藤公康投手から本塁打を放ち、チームの勝利に貢献します。幸先よくスタートを切った松中選手でありましたが、その後絶不調に陥ってしまい、最終的にシリーズ全6試合で1戦目のホームランのみの1安打に抑え込まれました。主砲のまさかのブレーキに、チームも開幕から2連勝したものの、その後4連敗を喫し、2年連続の日本一を逃しました。ちなみに松中選手は2004年に行われたパリーグプレーオフでも19打数2安打に抑え込まれ、さらに2005年プレーオフにも1安打という結果で、ポストシーズンでの相性の悪さを露呈します。そのことで平成唯一の三冠王獲得者であり、毎年圧倒的な成績を残していた松中選手ではありましたが、大舞台には弱いという烙印がついてしまうのでした。磯部浩一、大阪近鉄バファローズ。2001年シーズン、近鉄最強打線の5番打者だった磯部浩一選手、3番タフィーローズ、4番中村紀洋の後を打つ打者として、シーズン成績打率3割2分、
17本塁打、95打点、そしてリーグ1位の得点圏打率、4割1分7厘を記録し、この年最強の5番打者と言われていました。迎えた日本シリーズはヤクルトと対戦。石井和久、藤井秀悟など、左腕先発が予想される中でも、左投手を苦にしない磯部選手にしてみれば、問題ないと思われました。しかし第1戦目、磯部選手は石井投手に完全に抑え込まれてしまいます。さらに続く2戦目、3戦目でもノーヒットに終わった磯部選手は、4戦目では打順が7番に降格。それでも結果が出ず、5戦目にはついにスタメン落ちとなりました。最終的にシリーズでは、16打数ノーヒットと散々な結果となります。ポイントゲッターでもあった磯部選手の不調は、自慢の強力打線全体に響き、近鉄打線は持ち前の攻撃力を存分に発揮することができず、ヤクルト相手に1勝4敗で敗退しました。そして、結局磯部選手は同年シーズンがキャリアハイということになり、以降のシーズンからは成績が下降線をたどっていくのでした。和田和弘、西武ライオンズ。もともとは捕手だった和田選手は、2002年に外野手にコンバートしたのをきっかけに打撃が一気に開花しました。同シーズンでは打率3割以上、ホームラン33発、81打点の成績で、主砲カブレラ選手の後ろを打つ5番打者として大活躍を見せます。チームも圧倒的な強さでリーグ優勝を果たし、巨人との日本シリーズでも名門球団同士らしい拮抗した試合展開が予想されました。しかし結果はまさかのストレート負け。4試合すべてで西武は主導権を握ることができませんでした。その中で和田選手は15打数ノーヒットに抑えられます。前を打つカブレラ選手が好調だっただけに、和田選手が続いていればと惜しまれ、逆シリーズ男の烙印を押されてしまいました。ただ、和田選手は2年後の2004年の日本シリーズでは大活躍を見せ、チームの日本一に大きく貢献すると、移籍した中日では2010年、2011年のシリーズでも存在感を示し、見事汚名を返上しました。丸義弘、読売ジャイアンツ。丸選手は広島時代の2016年から巨人に移籍後、2020年まで、個人で5年連続リーグ優勝を達成し、4度日本シリーズに出場している現代版の優勝請負人です。そんな丸選手ですが、日本シリーズには相性が良くなく、4年ともに日本一を逃している結果もあり、逆シリーズ男と言われています。自身初めて出場した2016年の日本ハムとの対戦では、ホームランを放つなど、打率3割3分3厘と活躍しましたが、チームは敗退。2018年のソフトバンクとの対戦では、6試合で12個の三振を奪われ、4安打と抑え込まれます。続く2019年も1安打のみで6個の三振を喫し、さらに2020年も抑え込まれました。丸選手自身通算18試合に出場するも、打率1割9分1厘という成績に終わります。特に巨人では2年連続4立てでの敗戦を経験し、そして広島時代から合わせて、なんと前人未到の個人日本シリーズ12連敗という大記録を作るのでした。なおこの記録はまだ継続中であり、今後どこまで伸びるかも野球ファンの間では話題となっています。いかがだったでしょうか。シーズンではリーグ制覇に貢献しても、最後の戦いで打てないとどうしても目立ってしまい、戦犯扱いされてしまいます。そしてその後、汚名返上する選手もいれば、そのまま引きずってしまい、翌シーズンから調子を落とす選手もいます。プロ野球選手にとって憧れの舞台でもある日本シリーズ。注目度が高い分、いくら一流プレイヤーでも、なかなか難しいところがあるみたいですね。